カズとは2001年に慶應義塾大学を中心に開発された電気自動車のこと。科学技術振興機構の戦略的基礎研究推進事業のもと、慶應義塾大学を中心に国内13社の企業と共同で開発した。ガソリン車をはるかに上回る性能を備えた電気自動車としてゼロから開発された自動車である。市販ガソリン車の改造ではないため、 自由度の高いものに仕上がっている。その性能やスタイルが奇抜であったため発表当時は話題になった。電気自動車の欠点であった遅い、狭い、航続距離が短い、充電時間が長いといったネガティブな要素を革新的な電池を中心とした各種の技術で大幅に克服することに成功した。数は全長 6700mm という大型の電気自動車で、 8輪のタイヤが備わっている。床下にある押し出し成型の角型アルミフレームの中にリチウムイオンバッテリーやインバータなどの主要な機器を収納するコンポーネントビルトイン式フレームを採用。これにより低重心化による安定性と広い室内空間を確保している。この技術は先に開発された電気自動車ルシオールの技術を応用したものである。 モーターはネオジム磁石を使用した高出力モーターをホイール内にモーター、減速ギアなどを組み込むインホイールモーターという方式で8輪に搭載している。モーターの出力は1つあたり5 5ットで8輪全体で4 4 0ットが採用されており、これによりインバーターの高効率化、小型化を実現した。数の最高速度は 時速3 1 1 6 7トル0から400加速は15.3秒となっている。さらに、数のサスペンションは、タンデムホイール式サスペンションという方式が採用されている。これは、体型な4輪それぞれを、比較的小型な2つの車輪に置き換え、その2つを油圧パイプで接続する方式である。これにより8輪車となり、室内空間の拡大。 アクロソー波性とコーナーリング安定性、乗り心地の向上を実現した。カズは開発後ナンバーを取得した。ナンバーは、カズの最高時速にちなんで、湘南330は311とした。また、2004年には、カズの切手が販売された。日本科学未来館の開館後2007年頃まで、しばらくシンボルゾーンに展示された後、現在では、 つくばエキスポセンターで展示されており、社内に入ることも可能である。数の技術を応用しさらに高性能に特化したのが、後に開発されたエリーカである。ありがとうございます。